けましておめでとうございます。ナマステ。ナマステっていきなり、あれ、僕たちの今日のこの衣装と合わない会話ですね。カズモン、どうしたんですか？私は旅立ちます。インドに修行の旅に出かけます。いきなりだな。相変わらず気ままなお気楽なカズモン。へえ、今度はインドですか？そうです、インドが私を呼んでいるのです。おお、なるほどね。最近どうも半世紀以上生きていると体の動きがギシギシしてね。僕たちロボットですからね、どうしてもこのギシギシはしょうがないですね。僕だって四十肩で、ほら肩がギシギシ。あらららら、あのお言葉ですが、四十肩？ギョギョ。お魚くんじゃあるまいし、ギョギョって。ちょっとサバ読みました。五十肩の間違いです。ほらね、この間お友達とテニスしたら肩を脱臼してサーボモーター取り替えました。保険が効かないから治療代もかかります。そうなのです。だから私はしなやかな動きが出るようにヨーガの修行にインドに行ってこようと思うの。それと美味しいマハラジャ料理を食べて、サリーを買って宝石もちょっと欲しいし。カズオ、どこが修行の旅なんですか？観光旅行に聞こえるけれど、マハラジャ料理とかサリー修行なのかな？だってお友達がどうしてもお買い物したいって言うから、私はお付き合いで。ちょっとね。ま、体をしなやかに脳を活性化させるヨーガの道を極めてみるのもいいことですね。とにかく今年も頑張りましょう。4月のサンフランシスコのロボゲームスにも出るから、僕たちも健康管理をしっかりしてと。またパキスタンやアラブ首長国連邦にも進出したいから、気力と体力をつけよう。世界に向けて発信だ。わお、盛り上がったぞ。うっ、舞台監督さんの巻きが。あらま、トンボじゃないんだから目が回ってきたわ。うん、クラクラするぞ。立ちくらみか。では皆さん、これからロボットジャパンサードの始まりです。